皆さんこんにちは、柳ゆなです。めっちゃ晴れてる。めっちゃ天気いいですね。本日はですね、こちら後ろにも見えている天下一品さんでご飯を食べたいと思います。それでは行ってきます。ゆめなの夢。ホームページの方でメニューを見させていただいてますが、もうね、決まってるんですよ。羽根付き餃子定食でこれにしたいと思います。待って、冷やし中華とかあるんだけど、うわ、大好き冷やし中華。そう、この間さっきも言ったけど、一人飲みしてきたんですよ。ストレス発散にもなるし、いや大体一人の時に飲みたい時ってストレス溜まってる時から悩みがあると思うんですよ。大体ちょっとなんかモヤモヤしてたから飲みたんですけど。塩レモンサワーっていうのが、塩が青くて、はい、まあ、ご自身で味を調節して、召し上がら、はい、飲んでいただければ、一番おすすめです。塩レモンサワーにしましょう。じゃあ、これにいくと、はい、あと、これありますね、そっちも。私も下に、そう、古着をね、古着大好きなので、お買い物して、その帰りに、なんかお腹すいたな、すごい飲みたい気分だなと思って、実はそのレモンサワーの段階があって、酸っぱさの。1スーパー、2スーパー、3スーパーみたいな感じがあって、その紙、最後には紙スーパーっていうのがあるんですけど、とりあえず5スーパーにしました。だから注文するときにレモンサワーの5スーパーでっていうのがちょっと恥ずかしかった、ちょっと恥ずかしかったんですけど、友達と飲みに行きたいなって思っても、どこがいいんだろう、すごい悩んじゃう。東京に慣れてきたとはいえ、全然来たことがない、行ったことがないところもあるし、そんな詳しいわけでもないので、 YouTube のショートとか TikTok とかなんかいろいろ見てるんですよ。休みの日とかに友達と行くならサウナとかも調べたりして、個室サウナとか行きたいなと思って。なんかね、YouTube でコラボしてくれる子たちとかも飲み行けたらいいんですよね。プライベートで回したいなと思ってるのが。お待たせしました。あっさりですね。ありがとうございます。はい、どうぞ。いただきます。はい、こちらが、餃子定食、羽根付き餃子定食になります。わあ、見てください、このパリパリな羽。ウェイ。それではいただきます。お酢と、私はね、お酢とラー油も入れたいな。酢と胡椒の時もあります。なんか酢みたいな真似してるだけだけど、めっちゃパリパリ、やばいんですけど。切り替え物の音、めっちゃいい音じゃん。まずい。すごい気になります。好きなタイプの餃子です。もう無意識に2個目いっちゃったもん。ラーメンの方がいただきます。さて、本気モード入ります。うん、まっ。ラーメン出た。びっくりしてる。なんかこってりを私食べたことがないからあれなんですけど、なんかね、マジでペロっていきちゃいそう。なんかラーメンってさ、暗黙のさ、ルールみたいなのあるよね、食べ方の。最初はもう何もか
けずに。チャーシュー、本当美味しい。なんか薄切りなんですよ、チャーシュー。なんか私、麺も細め、細めが好きだし、なんかお肉とかも薄切りが好きで、だから、めちゃめちゃタイプなお店ですね。全部餃子の皮とかチャーシューとかも違う。生地が。生地っていうか、厚さが。もうちょっとで夏祭りも始まるし。どうだろう、今年はやるかな、いろんなところで夏祭り。コロナとか復活してきましたしね。毎年ね、行ってたから、兄弟と。家族で、家族みんなで結構お祭り好きなんで、毎年行ってましたね。いや、私、リンゴ飴が大好きで、リンゴ飴は絶対買う。で、また地元にめっちゃ美味しい焼き鳥屋さんの屋台があるんですよ。鍵屋さんって言うんですけど、本当に美味しくて、私も母も、父も母も大好きで、絶対買うな。あ、今年も浴衣着てお祭り行きたい。花火大会とかも大好きなんですよ。去年は熱海の花火大会行ったんですよ。すっごいやつ。本当に感動した。もうね、絶対また行くって決めました。あ、もう綺麗だった。ブザもペロリと食べちゃったんですけど、ここで、ね、今日は終わりたいと思います。この後ね、一人でじっくり甘く食べたいので、そうしたいと思います。今日は来てくださってありがとうございました。天下一品中野店さんです。なのでということで、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。押してねー。